平田エリアです。女優やタレントをしながら会社員としても働いている25歳です。雑誌クラッチやライトニングなどの出版社さんとご縁があり、このような形で YouTube に参加させていただくことになりました。アメカジ初心者ではありますが、どんな新しい出会いがあるのかワクワクしています。今回は原宿にあるスマートクロージングストアに行ってきました。いざお邪魔させていただきます。お邪魔します。こんにちは。スマートクロージングストア原宿店さんは、今年30周年を迎えたブランドフェローズの直営店で、他にも様々なブランドを取り扱っているセレクトショップです。店内を拝見していたら、早速可愛い T シャツを発見しました。柄や色もたくさんありました。結構サイズもいっぱいありましたよ。あ、このカラーバッグ、結構ファッションのアクセントになりそうですよね。普通に T シャツを選び始めました。めちゃくちゃ真剣です。可愛い T シャツまた見つけました。柄がすごい好みでした。これいい感じと思って鏡で見ていたんですけど、戻ってこい。あ、来た。すみません、まだスタビライザーに慣れてなくて、これから頑張ります。このオレンジの自転車の柄のも可愛かった。店内のインテリアもおしゃれで、小物とかがインテリアの一部のような感じでした。メガネも結構たくさんありましたよ。手当たり次第に試してますね。ワイドベレーってやつで、この普通のベレー帽に比べると、ここのね、この上のこのクラウンのボリュームがすごい大きいやつなので、そうなんだ。どっちかに斜めに寄せて溜めて被ってもらってもいいし、あ、そうそうそう、こんな被り方があるみたいでうまくいってます。あ、でもいいかも。さて、次は可愛いパンツを発見しました。サスペンダー付きのワイドなパンツです。形がおしゃれ。またまた合わせるものを店員さんが持ってきてくれました。これは何、どんなものを合わせたらいいかが一番難しいんですよね。これはサスペンダーが付いてるやつなので、これ生かしでこういうカットソーを、割と色味はもうワントーンので、まあ、全体的なボリュームも少しゆったりした感じで合わせていけば。一旦これで着てみます。言われるがままにチャレンジしてみました。さあどうでしょう。もう初めてのスタイルのお洋服なので、すぐに店員さんに確認しました。大丈夫ですか。大丈夫、いい感じです。これはここにしとくので正解ですか。そうですね、これは一応ね、ここのフロントにボタンが2箇所ついてるので、これだって今内側の方に留めてる感じだけど、スタイルに合わせて、あ、こっちにも付ける、そちらに留めることもできるし、で後ろもこれ今クロスしないでそのままストレートで押してもらってるんですけど、はい、お好みで例えばこうクロス、普通のボールみたいにクロスしてサスペンダー留めることもできるっていう。するのは割となんか普通のイメージなので、逆にしない方がシンプルでいいかもしれない。で、ちょっとこのウエストの、はい、くしゃ感を出すときはこの後ろのこの、これがびっくりしたんですけど、こうギュッと絞った感じでも履けるっていう感じ。これを今はそれっていうよりもちょっとデザイン的な部分として、すごい。で、逆にこうネイビーのワントーンで。帽子とかでこうちょっとさっきちょっとかぶってもらったら、色味は統一されてるけど、これもコーデュロイの素材感が結構上品な感じで出るので、こういう風にしつつ、スタッフさんからも好評です。いい感じ。あとこういうカバンもあるんで、コーディネートしてもしこれリュック、もしブリーフバッグ型のリュックにもなる大きめの革のバッグ。あ、かわいい。ちょっとテンション上がってきて、ブルーに合うんですよね。これめっちゃ可愛い。これはインディゴ系のワントーンコーデでキャメルのレザーが入るとすごく、メガネまで合わせたらみんなから美大生スタイルっていう名前がつきました。
これちょっとお気に入りですね。どっから見ても可愛いスタイルになりました。さて、あともう少し店内を散策しますよ。シューズを見に行ったんですけど、そこでクラッチとライトニングを発見しました。小物もたくさんあったんですよ。ここ私のお気に入りゾーンです。リングがすごいいっぱいありました。フェローズさんのリング、カラフルなものもありましたよ。どうやって合わせるのかわからないものを発見したんですけど、また教えてくださいました。さて、どんな感じになっているのか。タンクトップに合わせてみたんですけど、結構可愛くないですか。このズボンもめっちゃ可愛い。アイテム1個で見るとどう合わせたらいいか分かんなかったんですけど、パンツも可愛かったので、それに合うアウターを探しに行きました。縦画面ですみません。これすごい可愛いアウターで、なんとオリンピック柄だったんです。小さい柄なのにインパクトありますよね。ほんとこのパンツちょうどいいな。こんなスタイルになりました。原宿シティっていう帽子おすすめしていただいて、このセットに合わせたんですけど、本当に可愛いな。これ前開けても可愛いなと思いました。こちらのアウターも気に入ってずっと着てますね。店内ずっとこの服着て歩いてました。メガネもたくさん、帽子もたくさん試させていただいて、何でも教えてくれる店員さんのおかげで楽しくお買い物ができました。さて、いよいよお会計なのですが、この時にもたくさんどういう着回し方があるかとか教えてもらってました。今回アメカジ女子始めましたという企画ということで、アメカジ初心者としてお店訪問させていただいたんですけれども、本当にこのスマクロ原宿店の店員さんがいろんなスタイルを提案してくださって、アメカジの世界を少しだけ体感できた気がしてます。スマクロ原宿店さんは来年30周年を迎えるとのことです。皆さんいかがでしたでしょうか。これからこのチャンネルやインスタグラムなどでいろいろなファッションをご紹介させていただきますので、チャンネル登録、高評価、コメント、またインスタグラムのフォローなどぜひよろしくお願いいたします。またねー。